第46回北海優春化石ジャパンで見事勝利、管理します広森久男調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。レースはどう見てましたか？まあそんなにね、賞金も下で人気もなかったんでね、まあどれだけ頑張ってくれるか、それを楽しみに見てたんですけどね、こうスムーズな流れでね、3、4コーナーでまあ打ち巻いてくれて、まあ、調教が上手くなってくれたっていう感じですね。状態面はどうだったんでしょうか？調子は全然悪くないんで、まあ、北海道に戻ってしてからもまあ結構体も良くなったんで、ね、その分力もついて、まあ、今まで勝ちきれなかったんだけどいい競馬をしてたんで、もう思った以上に走ってくれて、喜んでます。あの勝つとはっていう感じではなかったということでしょうかね。うん、まあそこまでは、まあ、自信はなかったんですよね。どれだけ検討してくれるか、まあ、掲示板だけは乗ってほしいっていう気持ちでしたね。まあ、先ほどお話ですけど、北海道に来てから本当に惜しい競馬がずっと続いてたっていうところはありましたけど、はい、まあ、そのあたりは先生どういうふうに考えてたんでしょうかね。まあ、体もある方でないんでね、ただもう毎回一生懸命走って前線してくれて、ね、次また次っていう気持ちになってたんでね、それが実ってうまくいったと思います。今日はあの勝負どころで非常にいい橋を使ったなと思ったんですけども、そのあたりはどうでしたか？3、4コーナーでね、こう、まあ、追われながらでも追われて伸びるっていう競馬してくれたんでね、まあ、そこが大人になってきたのかなっていう感じはあるんですよね。まあ、大人になったということはやっぱ成長はだいぶ感じられますか？はい、そうですね。うん、そして今まで内回りだったら3、4コーナーで忙しい競馬してたんですね。それが外回りになってこの間に合うんじゃないかなとは思ってたんですけど、まあ、今までなかなか外回りの距離がなかったもんですから、それがまあうまくはまったんだと思います。まあ、内々ついて上がってきましたけども、最後あのクロスウィンドとの勝負、そのあたり先生どう見てましたか？いや、直線長く感じましたね。でも本当によく頑張ってきました。風っていうのはどうだったんでしょうかね？どうだろう、まあ、後ろの方から行ってたからそんな直接問題はなかったと思うんですよね。うん、まあ、本当に直線でもこう2頭で並んで接戦だったんでね、うん、まあ、そんな時計はかかってるからあるんですけど、そんな気にはしてなかったと思います。さて今後ということになりますけども、どのあたりお考えですか？まだそんなにね、まだまだもっと力ついてくれると思うんで、まあ、先は楽しみにしてるんですけど、まあ、段階踏んでっていう感じだと思います。では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。あ、そうですね、まあ、本当によく頑張って走ってくれたんですごい喜んでますし、今後もっともっと力つけていい競馬してくれるようになる